はい、じゃあ引き続きね、そうですね、質問に回答していきたいなと、ちょっと食のやつが来てたんですけど、お食のやつ、ヘチマって日常的に食べるんですか？ベロが回ってなさすぎて、ヘチマってやろ何言ってるかちょっとよく分かんなかったんですけど本当ね、ヘチマって日常的に食べるんですか？はいはいはい、あ、僕大好きですから、ヘチマ秋田では食べないです。うんうん、ヘチマうまいよね。うまいな、ヘチマ好き好き、うんうん、ヘチマって食べないっていうのは、うん、まああれでしょ、はい、なんか内地だと体洗うんだよね、ヘッチマでね、たわしみたいな、たわしみたいな、はい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 、鍋ら、うん、鍋ら、鍋らね、はい、いやうまいよ、ヘッチマの味噌煮に、うん、ポークと、うん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 、まあ、ね、豆腐と、そうだねそうだね、島豆腐かな、あれが一番、ね、入れてうまい、あれはうまいね、ヘッチマはうまい、日常で食うって言ったらもう食う、食べるね、うん、俺はヘチマ定食があるからね、そうそうそう、味噌汁定食みたいなやつがね、うんうんうん、鍋ら定食、美味しい、美味しいっすよ、美味しいっすよ、うん、結構ね、いや体洗うっていうのはびっくりしたな、うんうんうん、カピカピにしてからでしょ、そうそうそう、乾燥させて、乾燥させてから、はいはいはい、今も洗ってる人いるんかな、昔でしょ、昔じゃない、だからわざわざあれ選んでやる人はいないんじゃない、ね、昔は乾燥させてから、うん、洗ってたってね、この物が溢れてるじゃない、洗うよって来てるな、え、今もヘチマ、うん、だ逆と逆のびっくりなんじゃない、ね、お互い、え、あっちからしたら、え、食うの、いやびっくりです、こっちからしたら、え、洗うの洗うの磨くのっていう、お互いびっくり、食感はすごいやすあれだもんね、柔らかいもんね、あれで洗うっていうのがすごいびっくりするな、うんうんうん、そう、あ、痛いらしいよ、やっぱ洗うんだな、洗うんだ、洗うんだ、ヘチマ食べるもんだと思ってたの普通に、うん、結構だからびっくりしたんだよ最初、でも昔の人が洗ってるんかなと思ったけど、全然それは違うんだね、そうでもないんだ、ね、今もいるんだねやっぱり、ね、まあ、そりゃそうか普通に、うん、あ、痛い、痛いらしいね、あー、はいはい、じゃあちょっと強力な赤すりみたいなイメージなのかな、確かにね、赤すりする感じなんだろうね、うん、かな、いやでもね結構ね、はい、いろいろ来てるんですけど、うん、やっぱちょっとまあ面白いやつ、はいはいはい、おすすめの殺虫剤と激安、激安、だから大事なところが全然聞こえない、ベロどうにかせえ、ベロじゃなんかどういうことよ、ずっとニタニタしてるからさ、なんかなと、かぶそかぶそと思ったら噛んだしかもなんか甘噛みどころじゃない、レロレロしてるアホでしょ、そうでも、いや殺虫剤って何かなと思っておすすめの殺虫剤ありますかって、もう集中できんわ、いけるなと、おすすめの殺虫剤なんだろうな、なんかやってるよね、あのローカル CM みたいな、あれでしょ、うん、あれでしょ、うん、わかる、おばあがでしょ、そうそう、おばあとか茶色いなんか外人と、外人とやってるやつ、あれなんだ、一平なんとかって、はいはいはい、あれなん、わかります、ピレトリン、ピレトリンだ、あれゴキブリっすか、あれ火事じゃなかったっすか、あれはね人にも効くらしい、え、人、人にも効く、ああじゃあよくないヒント、人体に影響を及ぼすピレパリン、ピレトリン、ピレトリン、ピレトリンだ、ピレトリンね、はいはいはい、あの CM 一応受けるよね、はいはい、はい、今見たら、うんうん、CM やってる、うん、うんうん、あれは面白いよな、一応殺虫剤、ピレトリンですね、ピレトリンですね、取材は、うんうん、じゃあ次いきます、うん、これはね俺も知らんかった、はい、関東に一回行ったことあるけど、うん、外食時のお料理が残ったら持ち帰れませんと、うん、内地は、あ、飲食店で、うん、だけど沖縄は持ち帰れるんでびっくりしましたって来てるわけ、あー、なるほど、そうなの、なるほど、どっちのそうなの、え、持ち帰れないの、あ、持ち帰れないの、みんな持ち帰ろうとしないんじゃない、そもそも、ああなるほど、さあだからそういう仕組みがないから、ああ、みんな持ち帰ることさ、がめついみたいになるんじゃないうちなんちは大体持ち帰るよね、結構ね、折り箱持ってる、折り箱でね、うん、ステーキとかも硬くても持ち帰るからねまたおばとか持ち帰るよ、そ、これじゃ持って帰ろうって、硬いけど食べんけど絶対、はいはい、沖縄はなんか昔のあれじゃないですか、名残というか、ね、戦後のちょっと貧乏した、ああやっぱも、ね、時代の名残で持ち帰るのは普通でしょ、まあ全食べるか全部
うるせえわ。全部食べる。残さんか。全部食う。残さん。うん。そうだね。そっか。うん。いやこれびっくりしたんだよな。そっか、料理持ち帰ることしないんだね、あんまりね、うんうん、でもやっぱ、うん、びっくりしてる人の方が多いね。結構普通に持ち帰れるし、うん、なんなら出してくれるよ、折り箱ね、折り箱と、うん、あとビニール、ビニールね、うん、大体あるよな、うんうん、だからそれも踏まえて多いもんね、まず定食の量が。あーそうだよね、うん、確かにボリュームが多いからだね。そうボリュームが多いんだよ、そもそも折り箱って何ですかって。やっぱりそう、分からん、あの白いなんていう、透明のね、ですよね、あれプラスチックのね、折る箱だから、そう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 普通の弁当、あの弁当屋さんのね、はい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 、250円の弁当の、はいはいはい、あれないのかな、折るやつ、ね、もう蓋なのかな、蓋のもあるさ、そう、あーなるほどね、あの下が茶色の、あそう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 、あれは折り箱って読むのかな、折らんからね、あれそうなんていうんだろう、あれなんていうんだろう、あれおらんでしょ、うん確かにな、おらんけどねいや折り箱でしょあれも全然おらんでしょあれあまあね、乗せ箱、うん、乗せ箱かなあパック、まあ、あ パックっていう、はいはいはい、まあそうだね、折り箱っていうね、うん、おらんかはね、確かに、そっか、やっぱダメっていう人が多いな。あダメと言われるの、むしろやらないだけじゃなくて聞いてもダメってなるのかな。うん、ダメっぽいね。あそうなんだ、 NG なんだね。NG のとこは聞いたことないな逆に、うん、大体持ち帰れるからね。そうだね、うん、確かに、うん、持ち帰らないかもしれないね、でもね見たことないよね、うん、県外とかで、あ県外でね、確かに食堂がないからかな、うん、食堂はあるでしょ、あなんていうの、沖縄みたいな食堂って少ないよやっぱり、うん、チェーン店の牛丼とか、うんうん、あまあでも東京だけか、はいはい、なるほどね、うん、やっぱそもそも持ち帰りのシステムがないっていう人が多いね。なるほど、うん、へえ。知らんかったな、全然知らんかった。今はね、うん、このご時世なんで結構持ち帰りはね、テイクアウトがね多いけどね、あれですけど、うん、あの何インしてアウトするから、沖縄の人何いや食堂で食ってアウトするから、あそう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 、あテイクアウトするから、ね、そうテイクアウトのみじゃないから、確かにね、うん、半分ぐらい持っていくからね、うん、残したりとかする人か、インザストアテイクアウトだ何でもありだね、もうそしたらね、うんうん、そうだね、そう言われてみると持ち帰りできないのかもしれんね、他のところはね、うんうん、そっか、でも、まあ、食堂だけかやっぱ、もうステーキ屋も大体ね、うん、そうだからね、うん、どうなんだろうな。じゃあ次行きます、行きましょう。イオンをジャスコと言うっていうあるあるが来てますね。あ言うね言うイオンっていうのみんなジャスコでしょ、ジャスコっていうマックスバリュー、はいはいはい、ライカム、はいはいはい、イオン行こうとは言わんね、イオン行こうって言わんな、イオンに行こうとは言わんな、えなんでジャスコだよ、ね、んジャスコで合ってるよ、昔の名称ジャスコ、いやジャスコ、あジャスコじゃないのか、ジャスコって書いてるよね上に、ジャスコって書いてる、あイオンか、あもうイオンなんすかねあれ、もう変わったんすかね、イオンモールになったんかな、イオンって言わないですよね、イオンって言わんな、ジャスコだよね、ジャスコって言うよね、うん、マックスバリュージャスコ、うん、マックスバリューはマックスバリュー当てるでしょ、当たってるね、うんうん、ああなるほど、えああのイオングループ、あそっかそっか、マックスバリュー、そっかそういうことか、でジャスコだからイオンか、あ昔はジャスコだったからか、マックスバリューがないの、マックスバリューあるでしょ、聞いてくれ、マックスバリューがないのかな、マックスバリュー、マックスバリューイオン、うん、あマックスバリュージャスコだね、うんうん、イオングループでしょ、あジャスコって、あそっかイオンなんだやっぱみんな、うん、なるほどね、うん、それは知らなかったな、ね、みんなイオンって言うんだね、うん、やっぱあるってマックスバリューあるって、あある、うん、はいはいはい、うん、やっぱあるね、じゃあマックスバリューはマックスバリューっていうのかな、そうじゃない、あれはイオンっていうのかな、多分そうだよね、マックスバリューそうだよね、うんうん、イオンっていうって抜けるなと思って、ビッグは、ん？ビッグ、あビッグもあるって、あやっぱねあれもイオンなのあれもイオン系列でしょ、あそうなんですよね、あじゃあイオンが悪いんじゃない名前変えていやいやいや
ジャスコって言わないのか、はいはい、昔はねジャスコでよくみんな集まって遊んでたけどね。ジャスコ、ね、ジャスコ行こうだよね。ジャスコ行こう、名護のね、名護のジャスコとかね、名護、はいはい、うん、のジャスコ行こうとかね、うん、やっぱほら名護ジャスコは名護んちのたまり場って来てるね。でしょ、そうそうそうだよ、うん、やっぱり。あ、え、そうなの。何が。いや、24時間のスーパーが内地にはないって、うん、え、そうなの。そうなの。あなた住んでたでしょ、だから東京に。いや、言われてみたらそうかもしれない。ドン・キホーテも3時ぐらいに閉まるからね。あ、そうなんだ、うん、それならもう開けれよって思う。まあね、3時だったら。確かに確かに確かに。え、でもそっか、そう考えると沖縄は24時間あるからね。うん、あるね。開いてるよね。マックスバリューユニオン。あ、ユニオン、うん、夜型なんだよな。確かに夜の方がいるからな、人。夜型なんだよ沖縄。夜型だからね、うん、時間守らん分夜型なんだよ。スケジュール後ろ後ろ後ろ全部後ろだ。確かに夜型の人多いよね、うん、まあ、ユニオン行ったらいるもんね、人ね。あ、いるいる、夜もね、うんうん、確かにな、そうだな。やっぱジャスコンは、うん、イオンの前らしいね。イオンの前の名称がそのまま残したまま、うん、そうだね、なんだ、うん、なるほどなるほど。で、未だにだってホカ弁っていうもん、だホットモットになってる。ああ、なるほど、そういうことじゃん。なるほど、あれはもう今ホカ弁はないんか。ホカ弁はないでしょ、ホットモットでしょ今。あ、そっか。だけど沖縄の人はそのまま言うじゃん多分。なるね、ホカ弁ってまだワンワン言ってる、うん、そういうことだよ。ホカ弁の方が通じる可能性あるしね。ああ、そうそう、ホットモットって言ったらどこかなってなるよね、もしかしたら。まあ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 、ホカ弁の方が通じる、うんうん、確かに、うん、それはあるね。そっか、うん、え、ヨシ牛とは言う。ヨシ牛じゃない、ヨシ牛は言う。ヨシ牛は言うんじゃない。ちょっと心配になってきましたね。ヨシ牛は言う。この沖縄の呼び方がおかしいのかっていう。ヨシ牛っていうのかな、ヨシの屋っていうのかな。ヨシ牛って言うでしょ。うん、内地で言うかな。だから県外の人が吉牛って言うかだよね。内地の人は、県外の人は吉牛って言うか。うん、吉野家って。スイッチオン。なんかやっぱほか弁とかは昭和のあれなんだね、名称なんだね。今はホットモット、ね、ホットモットだよね、うんうん、だからそんな感じだよね、うん、沖縄ぐらいなんでしょ、ボンカレーのパッケージが変わってない。やっぱ吉牛言うみたいよ。ん、あ、吉牛は言う、言うって。やっぱ吉牛言うよ、うん、聞いてました今僕の話。聞いてました今、いいこと言ったんだけど。いや全然沖縄だけらしいよ、あのボンカレーのパッケージが、うん、あの初期のままなの。あ、そうなの。そう、なんで。沖縄の人なんかそうらしい。あ、ほんと、うん、ボンカレーってあのあれでしょ、そう、昔のあのあれ、ね、昔のあのパッケージのままじゃん、うんうん、違うの。一応多分多分、ちょっと俺も怖くなってきた、うん、でもあちですよね、ほら知らんかったですよ。ほら沖縄の人は帰るとなんか違う商品って認識して、あ、そっかそっか、買わんくなるみたいなのがあるらしい。確かに、だパッケージはもう昔のまま、昭和のままみたいな。あ、確かに、ちょっと古いぐらいの方がね、うんうん、馴染んでるよね。だから進化しないよね。しない、させちゃいかんよね沖縄では。させちゃいかん、売れんかもしれない。そうそう、なくなったと思ったね。そうそうそう、商品が、うん、あ、そっか、うん、だからか、うん、一応でもボンカレー確か古いよね、もうザ昭和のパッケージ。ああ、もう、ね、相当でしょ。確かに確かに、うん、それは一周回ってわざとこんなにしたかなみたいな。でも沖縄ぐらいなレトロなパッケージだ、うんうん、あれ沖縄だけなんだね、うん、全然知らんかったな。じゃあ次いきます、うん、次はですね、うん、年越しの時期も半袖って本当ですか。今年の時期半袖。でも去年はあれだったよね、うんうん、クリスマスも半袖だったね。そうなの、うん、ほう、クリスマスまで半袖だった。そうだっけ、うん、全然記憶にございません、うん、びっくりしたの自分に。あ、いや暑いなと思ってクリスマスなのにって。あ、一昨年もじゃなかったかな、そんな感じ。でもあの辺ぐらいまで12月25日ぐらいまで、はいはいはい、確かに12月暑い日暑いもんな。暑い、うん、でも今年の正月は暑かったかな、確かちょっと。半袖半ズボンって言った日によりけりってことだね。でも結構やっぱりね、うん、暑い、12月は暑いよね。まだ暑い、暑い、12月は暑いと思う。さすがにクーラーつけんでしょ。クーラーつけんか、さすがに、さすがにね、うん、いやでも今日のテーマもあの沖縄の生活じゃないですか、うん、だから春と秋がないじゃないですか沖縄は。
大体、うんうん、はいはいはい、夏か冬かみたいな、夏か冬か、はい、すぐ暑くなるし、うん、確かに温度差激しいもんね、そうそう結構ね、うん、だ正月もやっぱ暑いって来てるけど、やっぱ暑いよね、うん、あの、うん、内地の人からしたらちょっとさっきもあったんだけどコート着ますかとかね、はい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 、うん、やっぱりね、コートは着ないね、コート着ないんだよね、うん、コートは着ない、ダウンもいらんもんね、ダウンもいらない、もうだから年に2日ぐらいじゃん、そうなんだ、ダウンあった方がいいって思う日が、デイ寒い日に着けるなって思うんだけど、そう買ったら絶対にもう損する、そう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 、うん、だから2日のために買うかっていうと、そう我慢する、薄着、薄手を厚着する、うんうん、ほほほになるよね重ね着する、重ね着するってね、 その日だけはね、1枚で収まるダウンは買わんよ、うん、確かにな、うん、いやでもほんとないんだよな、ダウンもないしコートもないし、うん、ほんとトレーナーとかだ、そんな感じなんじゃない、うんうんうん、いやーやっぱ暑いよ、うんまあそう、うん、確かにな、でもまあでも半袖半ズボンでいけるっていうのはちょっと厳しいよね、まあまあ、うん、年中それっていうのは、うん、ちょっと何気にね年中それじゃん今日も半ズボンなんだけど、まあ確かに確かに、だからね、はいはい、もう今日 半ズボンかと思ったんだよね、いやいやいや、半ズボン、半ズボンだから、調整が難しいんだよ、いや難しい、外はちょっと肌寒い、うん、この精神と時の部屋はあったかい暑いからね、中はね、喋ると中はね、確かにっていうのを選択肢にかけた時に、上は防寒、うん、下は爽快みたいな感じで半袖で来ればいい、長袖短パン半袖で来ればいいのなと思ってる、いやそしたら寒いんだよ、あ寒いの、そう、あ下は寒くてもいい、上は温める、あいい、あなるほど、ね、みたいな、そう、いやそうなんですよ、こういう手法で今日フーミは半ズボンですからね、半ズボンサンダル、半ズボンサンダルで今日来てます、ね、だけど長袖、長袖、うん、一応は、うん、でももう今週ぐらいから暑いでしょ多分、いやもう暑くなってくるでしょうね、うん、遅いぐらいだよ、うん、うん、もう大体ね、うん、遅いぐらい、そう、足はサンダル、はい、サンダル、はい、うん、おお、ヘチマの、ヘチマのなんか豆知識が届きましたね今、うん、あ、じゃあ読んだ、うんうん、うん、なんだ、ナーベーラーの方言のあれか、ナーベーラー、沖縄の方言、うん、語源、あ、鍋洗いに使ってたから、あー、ナーベーラー、へー、なるほど、鍋洗い、鍋洗い、鍋洗い、鍋ラー、ナーベーラー、へー、ほー、あ、わざわざお電話をいただいて、あー、MM 小座の方にお電話が来て、うん、このヘチマの由来、ね、すごいね、教えてくださったと、あ、体洗うんじゃなくて鍋洗いとかに使ってたんだ、これ90歳ぐらいの方からあ、これ、あ、すごい、ご年配の方も聞いていただいて、 ありがたいですね、すごいすごい、でもやっぱあれなんだね、はいはい、体洗ったりとかこういう乾燥させてからちゃんと硬い、そうそうそうだね、たわしの役割だなんだよね、やっぱりね、あ、鍋洗い、あ、そう、スポンジみたいな感じで使ってた、はいはいはい、うん、一応沖縄の方言にもやっぱ由来とかってあるんだね、やっぱね、あるでしょね、うん、いやなんていうの、ナーベーラーとかさ、はいはいはい、トービラーはなんか、トービラーはなんか、うん、扉から来るから急に飛ぶからじゃない、あ、飛ぶからか、うん、あ、ゴキブリが飛ぶからトービラー、はいはいはい、トービラー、トービラー、あ、はいはい、そうだね、でもよく伸ばすね、マヤーとか、あ、伸ばす伸ばす、トービラーとか人の名前も伸ばすもんね、うん、イングアーとかね、インゴはもう、はいはいはい、やっぱ方言はちょっと伸ばすんだ、伸ばすね、うん、だってだから名前も伸ばすもんね、うん、フーミー、フーミー何何、ね、そんな出てこないやつだからでも女の子のやつは伸ばすでしょだから大体二文字になるよね、ユーキーとか、そうだね、だから女の子とかはそう、ユーカーとかユーミーとか、そうそうそう、絶対そうでしょ、うん、大体そうだね、伸ばすよね、うん、うん、名前伸ばすよね、名前伸ばす、伸ばす伸ばす、うん、そうだよね、うん、あれ不思議だよね、確かになぜかね、小さい頃からそうだよね、うんうん、あ、そう、ターカーとかモーモーとか、ね、ターカー、タークー、うん、タークーとかね、うん、まずニーニーネーネーだもん、あ、まあニーニーネーネー、うん、そうだね、うん、おじいおばあ、おじいおばあ、もう伸ばすもんね、全部ね、おかおと、おかおと、うん、うん、全部伸ばすからね、大体ね、はいはいはい、うん、確かにな、そうだな、
でもまあ結構ね伸ばす、うん、県外は結構あれ名字、いや、あどうだろう、名前じゃない、下の名前、下の名前じゃない、え鈴木とか言わん、あ確かにね、中高ぐらいからもう言うでしょ多分、あ上の名前で、下の、あ上の名前、あそうそうじゃない、下の名前呼ぶ、なれなれしいこいつってなるんじゃん、もしかして、あそっかそっかそっか、うん、そうだね、でもくん付けとかあるよね、あはいはい、はい、見てるとくんとかね、佐々木くんとか、うん、くんはなつけてる人沖縄の人はいないんじゃないか、あ確かに同級生とかにね、く、うん、うん、とか、はい、ちゃんとかね、はいはいはい、女の子だったらつけてる人いないね、うん、うん、ね、結構こナーベーラーとかこういうのはやっぱあるんだね、うん、方言のテーマもやってみたいですね、あそうです ね、 ね次方言やりましょうね、うん、うん、方言のやつは結構みんな今も出てるけど、うん、いっぱいあるからね、そうですね、うん、そうだね確かにね、うん、そ他あります、いやこれは一旦次の前に CM に行きましょうか、うん